印刷会社の工程管理。こちらのテーマに着目をして、ウェビナーの方を進めさせていただきたいと思います。その中でも特に多くの印刷会社様で未だに行われている Excel、紙での予定組み、アナログ工程管理といったような形でお話しすることがありますが、こちらに着目をして、この問題点とこれまで30社以上の印刷会社の Excel 工程管理をデジタル化した方法ですね。こちらを私の方からご紹介させていただければと思います。販売管理システム自体がなくて、Excel でやられているというお客様。こちらは、双葉印刷様などが事例として挙げられますが、こちらは工程管理の課題の部分だけでなくですね、実際に帳票の部分、入力の部分まで Excel になっているというところで、さらに事務作業の手間煩雑さというのが、ご課題になったかなというふうに思います。本日のウェビナーでは、この中で、双葉印刷様の事例を中心に、導入事例という形でご紹介させていただければと思います。実際 MIS のないお客様にはなりますが、MIS のあるお客様でも同じような形で導入が可能ですので、そのあたりご参考にしていただければと思います。では、双葉印刷様の会社概要をご説明をしていきます。双葉印刷様は主に商業印刷を手掛けるグループ会社という形で、東京都文京区にある双葉印刷様、従業員が37名、小森の印刷機を4台購入されております。また、協和印刷様ということで、埼玉県新座市にございますけれども、従業員が13名、小森の印刷2台保有ということで、これら2社の会社をグループ会社として統合されているお客様になります。2社の印刷会社をグループ化するに際しまして、業務フローの統一、工程管理のデジタル化ということで、業務効率を向上させようとしていたところで、KP コネクトをご紹介させていただき、導入に至ったという形になっています。では、まず KP コネクト導入前の双葉印刷様の状況についてご説明をします。本当に典型的なアナログ工程管理の状況というところで、営業さんは Excel で伝票を発行されていたりですとか、法務さんは Excel で作業指示書、ないしは作業札ですとか、そういった帳票類ですね、こういったものを入力されている。これに関しては紙で流しますので、変更指示があった場合には再度、打ち直し、配り直しというようなことが行われていました。この KP コネクト導入前の工程管理の状況につきまして、生産管理業務を担当されている一部長様にお話を聞いてみましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。私、その生産管理で、工程管理を、一通り行ってるんですけど、まずその工程管理の、そのいろいろ帳票というか伝票とか一式、すべて、Excel で、管理を行ってたんですね。どうしてもやっぱりその1日のその割合が、その事務処理をこう占める割合がとても高かったんです。で、どちらかというと、生産管理っていうよりかは、事務処理をもうずっとこう行ってるような感覚で、なかなかこれで生産管理と呼べるのかどうか、わからないような状況でしたね。で、Excel の管理だったんで、どうしてもその紙媒体、紙でのもう保管っていう風な感じだったので、結局こう一日一日こう積み上げて、こう紙のもう山積みみたいな、もう1ヶ月分もうドサーみたいな。なので、その場所の要は確保だったりとか、あとはその過去の履歴を追わなきゃいけない時も、もういちいちその山積みのところからもう探してって、あれいつだいつだみたいな感じがあったんで、そういったことが当たり前だったんで、そのこれが不便っていうふうには感じてなかったんですよ。印刷、作業指示書、これはもうオペレーターに渡して、要はこういった品名で、何枚刷ってくださいとか、注意事項とか、そういったものと、あとはそのチェックシートっていうものがあって、何枚刷ったっていうことと、あとはその品質に関わるものを、ちゃんとその印刷物見てチェックしたかっていう、チェックシート、その刷ったものが何なのかっていうものを示すための札紙っていうのがありまして、あとその他に納品書とか、
まあ、引き取り書とか、まあ、そういった関係のものが。なので全部で5、6点ぐらいはありましたね。もう一点一点変更、一個ずつ全部変更してっていう風なやり方がもう従来のやり方でした。情報はもう私がもう各工程ごとに足を出向いて配ってっていう風なやり方でやっておりました。経営部長のお話を聞いて自社の状況と重なるような方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。お話の中で印象的だったのが紙やエクセルでその生産管理が当たり前だったので不便とすら感じていなかったという話がございます。意外とこの現状把握と問題認識という点で正しく状況を評価できるスタートラインに立てないという印刷会社様も多いんじゃないでしょうか。ここではですね、私の方からアナログ工程管理の問題点について少し詳しく触れていきたいというふうに思います。まずアナログ工程管理の問題点というの中で一つ大きなものは情報処理にかかるコストというところになります。紙や Excel の伝票予定表は出力後更新されませんので変更の都度修正伝達に手間がかかり、さらにはその伝達がうまくいかないことによってミスロスが生じるというところの原因になっています。書きの立法に関してはリアルタイムで確認する術がないので進捗管理に関しては全く役に立たないという形になっています。この結果ですね、電話や打ち合わせが日常多く行われているというところで、各工程の管理者さんが日に3回集まって進捗会議をしていますよ、なんていう光景、印刷会社さんのお話でよく聞くと思います。また、営業さんからの問い合わせを受けて、現場に確認に行く。これも進捗状況わかりませんので、実際に確認に行くしかない。まあ、走るというところですね。こういった形で非常にその情報を確認するというだけでも手間がかかっているという形になります。さらにせっかく取った日報も集計は手間をかける割には手書きで正確でないですので、ここから稼働改善につながらなかったり、原価にしようとしても正しいものが取れなかったりという形になりますし、原価に対して手書きでいろいろ追求していくような形になりますので、過去の情報を確認したいとき、書類の山から探していくと、まあ、そういった形を行われているというところで、非常にアナログ工程管理の中では無駄な作業が多く発生するというふうに、さらに現在ですね、小ロット化というのが進む中で、小ロットで売上高が一つ一つの上位に対して少なくなってきている中でも、一つ一つの受注案件の進捗確認にかかるコストというのは全く同じになりますので、まあ、今までかかっていたその見えないコストというのが、今まで以上に利益を圧迫していると。こういった状況になっているんじゃないかなというふうに。こういった状況は正しく評価をして、課題として、今のに印刷会社様が認識していくべきかなというふうに思っています。もう一つの問題点としては、そこに関わる部分になるんですが、リードタイムや生産コストといった部分になっているかと思います。まず、プリプレス、資材準備、こういったところの進捗状況が見えないことによって、どういったロスが発生するかというところに関しましては、生産管理の方、予定組むときに、違反状況がわからないので、効率の良い予定組みができない。もっと言ってしまうと、もう違反したものからやっていくので、紙サイズとか色もバラバラだったりしますので、そういった印刷機の方が効率的に動かせない。ないしは印刷したものを加工する前に間が空いてしまって無駄な時間が発生するとか、そういったこともよくあるかなと思います。印刷現場からすると、効率予定されているものに対して、用紙、殺版、印記、特色の印記等ですね。こういったものが準備されていれば実際に印刷できる形になるんですが、これがわからないので、実際予定されているんですけど、ものを見に行ったり、そこはリアルしている。じゃないから次の回も、それもない。ということで印刷待ちが発生したり。というところで、効率よい段取り作業ができない、作業したいときに資材がないといったところで、多くのミスロスを生んでいるということもあるかと思います。また、後工程の加工の方々は、印刷に関しては当然、下半状況、下半の予定を見ながら予定が変わっていくという形になるので、ここが決まらない限り予定を組めないという形で、一番こう、割を食うというか、そういった形で非効率になっていることが多いというふうに。また、印刷、加工の予定進捗、こういったものが見えないことによってどういったロスであるかという観点では、工場の管理者さん、まあ、生産管理の方もいらっしゃるかもしれませんが、現場の異常進捗遅れに切り取るに適切な対応ができない。非常に長いロットの仕事をやっている中で、どこまで進んだかっていう状況はリアルタイムで分かっていませんので、夕方になってこれすごい遅れて大変だという形でですね、外注に出したり、残業したり、休日出勤をしたりということで、結果的にコストアップをしている。こ
このあたりもなかなかこう原価の見える化ができていないので、実際にどれぐらいの影響があるかというのは正しく分からないところが多くあるのかなというふうに思います。前工程の方、リプレース資材の方からすると、基本的には離反された順番で搬出力を振るという形になって、印刷現場がどういった順番でやりたいのか、どういった形で進捗しているのかわからないので、まあそういった形で搬出力をしていったら半待ちが発生しています。最後ですとか、その他の資材順位の問題に分かるということが、もうあるかなというふうに思います。当然、加工の方、配送の方に関しても、印刷の予定がわからない。まあ製本からすると、折り帳の順番がわからないというところで、これもこういうよく段取りができます。こんなことが各工程それぞれに起こっているという形で、定流化されてない工程管理におきましては、各工程の作業に無駄な待ち時間、ロス時間が発生する。他に、予算リードタイムという面でも、そういったものを鑑みてですね、長めに取っておかないとなかなかこの記録でも発生するというか、そういった部分になりますので、リードタイムの生産コストにおいて、非常に大きな問題があるようになる。というふうに。このような工程管理の課題は、印刷会社の見えないコスト、こういったところを増大させ、利益を圧迫しているという状況になっているかと思いますので、現在の厳しい環境の中では、まず最初に印刷会社さんが取り組み改善させる必要がある内容になるかと思います。これは最も課題が明確で取り組みやすく効果が大きいものかなというふうに思います。またこういった工程管理の見える化、情報の整理化といったところを実現することによって、生産機、システムに必要な情報が必要なタイミングで配信をできる環境が作られていきますので、その先にあるワークフローの自動化、生産機の自動化といったところにもつなげていくことができます。さらに、作業実績を正確かつリアルタイムに取得をしていくということで、各案件にかかった作業原価というのを実績ベースで取ることができるようになります。これは、時間コストの設定と合わせ、案件ごとに収支の見える化を行っていくという中で、経営改善につなげていくということもできる。さて、現状把握と問題認識ができたところで、次の問題としては、解決方法の検討というところになるかと思います。多くの印刷会社様は、こういった問題意識を持っていても、解決する方法が分からなかったり、自社がそういったアナログ工程管理を行っている現状などから、デジタル化を進めるイメージが湧かないといったような壁にぶつかることが多いというふうに思います。